マイキーからお前に渡せってさ。あ、特攻服。トーマン立ち上げの時マイキーが着てた特服だ。トーマンにとって命みてえな代物だ。そんなものをなんで俺に。着るか着ねえかはお前次第。でもお前に持っていてほしいってよ。タケミッチ、お前はトーマンの恩人だ。みんな認めてる。俺もその一人だ。俺からも改めて礼を言う。ありがとう。それ大事にしろよ。マイキー君の俺には重いな。いつかこれが似合う男になれますかね。あったけよ。え、多分屋上で昼寝でもしてっから。マイキー君。すっきりしねえ。え、頭のモヤモヤが消えねえ。何のためにハンマは東卍の内部抗争を企てた。なんで清正一派を使って殺そうとした。一番の謎はさ、内部抗争のこともケンチンが狙われてることもいち早く気づき、それを止めようとしていたお前だよ、タケミッチ。お前は一体何者だ。